はい、こんにちは。 PSO2 実況第54回、今回はストーリークエストエピソード1、竜に託されたもの。前回何回ぐらい前かな、まあ、とりあえず前にやったストーリークエストの分岐ルートに行きたいと思います。久しぶりなんでね、どういうシナリオやったかな。あれかな、アキちゃんがしつこいからなんとかしろって竜族の人から言われるところかな、確か。そうなんだろ。ねえ、例の武器とか仮面とか、とりあえず飛ばそうか。一度見た会話なんでね。おっと、おう、あれ、こんなんだったかな。違うか、もしかしてこの上か。あー、上か。あれ、初めてかな。前はじゃあこっちじゃないルートに行ったのかな。道が違うのかな、多分。あれ、なんかあんまり自信なくなってきたな。このルートで合ってるの？分岐ルートに入れた？あれ、まだいるな。全部倒すとこのカタパルトが動くんだね、多分。あ、来た。大丈夫かな。お、竜族がいるぜ。お前さんを待ってたって感じだ。来た。アークスの声。あれ、このくだり見たぞ。さっきの竜族が言ってたこいつを待ってるのってあんたのことか。我は女わけではない。我は言葉を預かる。いや違う、なんか会話の内容が違う。見事なものだ。そなたとあの研究者はことも対応してみせた。あ、話変わってるな、やっぱり。いい、それだけではない。さらなる先を切り開いた。そなたとの出会いに感謝。テイオトに感謝。あ、あれか。
過ぎたか。あの子さんをその意味は侵食からあの救ったことで、あの生まれたルートっていうことなのかな、この話の流れ的には。進むなんて、アースこの火のエンさんはすごい優しそうな人だね。さて奥では何が待ってるんだか。温厚な物言いというか、気をつけないと。物腰の柔らかい。まだ罠の可能性もあるんだから。エコーちゃんビビりすぎだろ。お前帰れって。高所恐怖症でへっぴり腰っておよそアースか。ゼノ君が代弁してくれた。よし、グラインダー武蔵。グラインダー武蔵すげえいるんだよ。超消耗品だよね。武器にもユニットにも使うしさ。あれフェンスついてるな。どっか開ける装置があるのかな。青い何かがあるかな。ああ生まれた、ああ生まれた、生まれる前なら一発だから早めに処理をしよう。ああ一匹誕生してる。あれしまった、また迷子か。やっぱあれだよな、あでもスイッチあるな。でも黄色のフェンス開けるスイッチだよね、あれ枠が黄色だから。ということはこっちから来るんじゃなくて、どっか、ああったあったあった。青で戻って、青が開いてるから、俺じゃああの黄色どうやって、その別のところになんかあれかな、カタパルトがあったのかな。まあ仕方ない、行こう。言っておく、我はまだ貴様を認めていない。ああ治療したやつね。なり合うつもりもない。だが恩義は返す。それが我らの誇り。積んでるやん。ようやくしたらこれあれでしょ、つまり勘違いするな。ありがとう、困ったことがあったら何でも言ってねっていうことでしょ。別に何でもないわよ、何でも。めっちゃええやつやん。めっちゃいいやつやん。あ、来たあいつ。仮面野郎。あいつは東都にいた仮面野郎。なんで彼のことみんな仮面野郎って言うの。一緒に仮面野郎って言ってるけど。何者だ。竜族の領域に無断で踏み入るとは。貴様を殺す。どう見ても見逃してくれるって雰囲気じゃないわよね。すごくおっかないんだけど。貴様と、そしてその所柄、貴
様たちは先に進め。え、この無礼者とは我が戯れよう。邪魔をするなら殺す。はあ、面白い。我らの力その身に刻め。邪魔だ、さっさと行け。あ、名前で呼んでくれた。もう完全に友達やん。え、マジで大丈夫なの？友達なったのに。マジで？マジで友達になったのに、あいつやられん？完全にやられるフラグじゃない？ここは私が食い止めるから先に行きなさいっていうの大体やられるフラグだよね。マジか、悲しいな。そんなのあり？光線中、火星、火星しましょう。後ろから攻撃すりゃいいのか。よし、あ、一匹残った。あ、帰ってきた。あ、違うか、別のところ来れたよね。あのフェンスで行けんかったところの、あの先に来たんだよ。で、なんか、あ、新しいカタパルトね。あ、ほんでさっき の, あのフェンスの先に来れるのか。ようできてるな。あ、あれ、これは、あ、新しいところ。あ、いっぱいいるな。あ、あ、光線中。あいつなんか火星できないかなとかって言ってたから、多分倒したらダメだよねあれ。あ、ごめん。あれ壊してあげよう。竜族さんがすごい狙われてる。よし、彼ら火星しろって言ってたから、ほっといていいよね。あれ、カタパルトどこ？あれ、まずい。
これ倒すのか、あいつら。何だったの、その加勢してあげようっていうその設定。明らかにすごい意味深な。あのゼノ君のコメントは 何だったの。ああ、カタパルト出た。あ、なんだよ、帰ってこれた。あれ、こっちかな、来たところじゃないよね、入ってきたところじゃなくて先に進むエリア。あれ、帰ってきてるな、帰ってきてるんじゃないかこれ。あ、違う、あれ、どういうこと、全然完全迷子。あ、ここに来てなかったわけね。あ、なるほど、そんなん分かるわけがない。あー、ちょっと戦いにくいな。あ、リカバリー、ようやく到着ですか、目的地に。待ってるって話だと思ったんだけど、誰もいない。アークスの子、よく来てくれた。頭の中に響くような声、竜族か。私はロム・カミツ。お、来た。ゆえなんて姿を見せられず、声での応対となる無礼を詫びる。最も強力な、なんか権限を持った一族とかっつってたっけ。していた我ら竜族に一つの鎖が打ち込まれた。そのきっかけは間違いなくあなたのうちにある。感謝する。鎖ね。まあ竜族の空気がなんか若干変わってきた感じはするな。とはいえ、ただ感謝を述べるためだけにここに呼んだわけじゃないんだろう。なあ、ロノ・カミツさんよ。無論それだけではない。あなたに渡したいものがある。だがその前に、確かめさせてほしい。あなたがそれに足る力を持つのかを。なんか、雲行きが怪しくなってきた。おお。声合ってなくないか。女の子なの。第5作戦は終了しました。 You
わーい。おっと、闇属性か。あれ今さっき飛んでたから、あの巣の振り回すのよけれたんじゃないの。おいだ、何食らったの。何してるかは全くわからん。その力見届けさせてもらった。このレラの大義であった。ゆるゆると休むがよい。ありがとう、お言葉。アウス、そなたたちにも感謝。久々に心震える戦いだった。しまった、ウィンドシーカー撃つ前に終わってしまった。本気の竜族ってのはつくづくデタラメなもんだな。そのマイクで竜族と渡り合うあなたたちの存在こそが脅威であると私は思う。そりゃそうだ、竜族が好戦的なのはある意味警戒心の裏返しなのかもな。さて本題に入ろう。先日よりあなたがここを訪れていた理由はこれであろう。あ、まさかの、え、ここで手に入るの。眠るようにただ静かに。だが最近になりそれは目覚めた。何が原因かは私たちにはわからない。ただ何かを求めているようだった。そこに現れたのがあなた。名役には名役、恩義には恩義。ゆえに私はあなたへこれを託したい。受け取ってほしい。この理由より声が届いた。許諾なき侵入者は撤退したようだ。あなたも帰還するという。あ、彼大丈夫だったの。さようなら、いずれ会えることを願っている。まさかのフラグブレイカーか、コさんは。じゃあコさんは相当つわものであると。どっかで箱あったよね。あ、ありました、ありました。お金、お金。あー、いいのがないな。よし、ちょっと迷子になったけど無事終わりました。それじゃあ今回はこれまでにします。それではまた次回お会いしましょう。